どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレンドガズでございます。本日もこの小さいウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん、音楽始めましょう。本日のテーマソングはこれ、ドン Hide with Spread Beaver の Pink Spider。 このロックな、強烈ロックな曲をこのウクレレでやっちゃいます。はい、いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者さんでもなるべく簡単にできるシンプル簡単バージョンなんですけれども、ちょっと見慣れないコード出てきますが、コードを押さえること自体は簡単です。ちょっとこれ、詳しくコードも解説していきますね。これ、弾けるようになりますからね。はい。後半はですね、これまた超かっこいい。こういうのね、ギターリフって言うんですよ。このギターリフをこのウクレレで再現する。かっこいいバージョン、必見でございます。2バージョンやります。最後までご覧になってください。さあ、皆さん音楽始めましょう。音楽聴くのいいけど、やる方がもっと全然楽しいんですよ。これはね、やった人だったらもうよくわかるんですよね。でもね、やっぱり音楽やってみたいけど、私ね、不器用で無理なんです。昔楽器チャレンジしたんだけど、私ダメでしたとか、いっぱいいらっしゃるんですよ。音楽の授業がもう苦手でとかいう方もね、関係ないです。もうね、音楽、このウクレレでね、今ご覧になってるガズレレで始めたらですね、あれよあれよともうほんとすぐできるようになります。このご覧になってくださってるガズレレではですね、楽器触ったこともない方が、どんどん音楽弾き語りができるようなプログラムがございまして、それを見ながらウクレレ触ってるだけで、どんどん音楽できるようになっちゃいます。皆さん音楽始めましょう。YouTube ですから、いつでもどこでもちょっとした隙間時間にスマホでもね、見られるし、無料ですから始めましょう。リンクありますよ。ここの先に行ってやってください。はい、行ってらっしゃい、クリック。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためたありとあらゆる音楽ジャンルの曲がウクレレで簡単にできるようにしたウクレレレッスン動画がすでに1200曲以上アップロードされております。最新 J-POP、定番 J-POP、昭和の詰める歌謡曲、演歌、洋楽、ハワイアンソング、アニメソング、映画の曲、もう何でもかんでもあらゆるジャンルの曲をこのウクレレで簡単にやっております。皆さんもどんどん音楽を聴くからやるに変えていきましょう。それでは早速行ってみましょう。Hide with Spread Beaver の Pink Spider。 まずは初心者さん向け超シンプル簡単バージョンやってみます。1、2、3、4、何でも傷つけて、君は空が四角いと思っていた。これが全て、どうせこんなもんだろう、君は言った。それも嘘さ。けばけばしい君の模様が寂しそうで、極楽鳥が珍しく話しかけた。蝶の羽いただいてこっち来いよ。向こうでは思い通りさ。 Pink Spider 行きたいな。 Pink Spider 翼が欲しい。捉えた蝶の命恋聞かず、君は空を睨む。傷つけたのは憎いからじゃない。僕には羽根がなく、あの空が高すぎたか。もうダメだ。 Pink Spider 空を見えるのに。 Pink Spider 失敗だ。 Pink Spider 翼が欲しい。わずかに見えたあの空の向こう、鳥たちは南へ。もう一度飛ぼう、この糸切り先、自らのジェットで、あの雲が通り過ぎた。 Love Pink Spider。
ホワイドガズレレ流超シンプル簡単バージョンでやってみました。ちょっといい感じで簡単に再現できてるんじゃないかなと思うんですけど、皆さんいかがだったでしょうか。今のはもちろん聞いていただいて分かったと思うんですけど、オリジナルのショートカットアレンジにさせていただいております。フルでやりたい方はですね、こう2番とかこうコード書き出して、コード一緒ですからね、歌詞をこう書き出してオリジナルの、楽譜を書き出してください。で今、動画と一緒にねガズレレ簡単バージョンでなんとかできた方、ちょっとしばらく練習したらその次はやっぱ紙に書いてご自身だけで演奏できるのをお勧めしたいと思います。その時の参考になるようにガズのノートを写したいと思います。こんな感じなんですけど、ちょっとこれ見て、なんじゃこれやって、これいっぱい書いてあるでしょ。これはですね、これギターリフっていうものなんですよね。でちょっとこれはね、一見ここだけ見るとびっくりすると思うんですけど、見て、リフ1って書いてあるでしょ。これは今のシンプル簡単バージョンは Am と D7 で、デレ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 ってやってるんですけど、後半のかっこいいバージョンではなんとこのフレーズを弾きますということでございます。これ後で解説してます。今のは上の段ですからね。一応こんな感じでメモってください。で、このリフ1をですね、この A メロではずーっと弾いていくんですけど、ここちょっとガチャガチャしちゃうんで、リフ1ということで、これがここに入るということなんですけど、まあ今はひとまず、初心者さん向けが簡単バージョンは上の段です。はい。これをちょっとメモってってください。これ結構ですね、ものすごいロックのこの雰囲気の、なんていうのかな、歌詞の乗せ方とか、ぐいぐい前のめりに来るかっこよさ、前のめりで、やる感じがいいと思います。はい。一時停止でメモってってくださいませ。はい。あ、ここもね、くるっと書いてあるのは、後半でやるかっこいいバージョンでは、ここちょっと、キメが入りますということ。後で解説します。はい。そして、ここかな。はい。で、ここまた A メロの2番、B メロに戻って、でここがですねサビなんですけど、ピンクスパイダーっていうところなんですけど、これこの構成でこれちょっと分かりづらいんですけど、1番2番3番ここね繰り返すんですよ。最初やってで、ここのサビ1に来る。ちょっとねこれ、まあひとまずちょっとこのままメモっといて後で説明しますね。でこれサビの2っていうかね、捉えた蝶の命乞い聞かず、ここがねすごい浮遊感っていうか、なんつうのか、なんかほんとふわーっとこうふんわり空飛ぶような羽ばたく感じがすごくかっこいいんですよね。ここでちょっと見慣れないコードが出てきます。はい。この辺ね、ちょっとここら辺が、うわーっと思うかもしれないですけど、安心してください。コードめっちゃ簡単アレンジしてますね。ひとまずメモっといてください。はい。いいですかね。はい。そしてちょっとここ見てもらいたいのが、ここでまたサビへって戻るんですよね。で、サビ戻ったら、ここで2回繰り返すんですけど、そこで歌詞が変わっていくってことで、これはですね、ちょっと分かりづらかったら、ガズレレ YouTube の動画を参考にしてもらった方がいいかもしれません。コード進行一緒で、歌詞が変わっていくということです。後でまたこれ、繰り返すんで、合計3回やります、ここのフレーズは。はい。そしてこれが終わったら、今度はまた、最後の、浮遊感があるとこ、なんか、空飛んできそうな雰囲気ところに戻って、最後もエンディングもそのままピンクスパイダーって、ちょっとショートカットアレンジで、終わったというのが今のガズレレのアレンジになっております。まあ、この構成については、動画を見て確認してもらった方がいいかもしれませんが、ひとまずはこういう感じでお願いいたします。はい。はい、じゃあ出てくるコードを解説します。出てくるコード、今日はね、なんとも言え、ちょっとまずは、いつものコードから解説。C と Am と F と D7 と E7。これがいつも出てくる入門コードなんですよ。まずこの確認しようか。この5つのコードはね、C と Am、F、D、Z、これはいつも出てくる。これ。ガズレレ必須コードというコードのグループです。このガズレレ必須コードというのは一体何かというと、ウクレレを始めて、音楽を、ウクレレで音楽を始めようと思った人が、やらなきゃいけないことです。このコードっていうのをですね、覚えないといけない。これは音の要素なんですけど、これはね、いっぱい覚えないといけないですよ、本当はね。星の数ほどある、数えきれないほどあるんですけど、ちょっと大変じゃんって思うんですけど、まず初心者の方はですね、このガズレレ必須コードという10個のコードをまず覚えてください。これ覚えちゃったら本当に便利なんですよ。でも10個もあるのかとか思うかもしれませんけど、1個ずつ見たらこれも1個のコード、これも指1本で1個のコード、これも1個のコード、これも1個のコード、これでもう3個っていうわけ、そんな感じなんです。1個ずつ見たら簡単なんだけど、10個いっぺんに覚えようと思うとちょっとコツがいるんで、私がめちゃくちゃ分かりやすく解説している動画をアップロードしてます。ここにリンク貼っておきます。このリンクでガズレレ必須コード10個覚えちゃってください。そのうちの今日は5個が基本コードとして出てきます。そして今日はもうね、私も考えに考え抜いて、めちゃくちゃ簡単に弾ける、本当だったら難しいコードを簡単アレンジしてます。まずですね、ここから見ていこう。はい。G の星。これはですね、これ響きがいいんですよ。ちょっとやってみましょう。G の星っていうのはですね、押さえる場所を確認しますよ。ここと、ここです。これ2個。はい。これ本当は G というコードなんです。これちょっと響きを聞きますね。この響き。このちょっとこう、ハッとこう、開けた感じ。本当はこれね、多分 G、
G6 とかなんとか9とかちょっとコードネームあると思うんですけど、これガズレレでしか通用しないですからね。これ G の星というふうにガズレレでは定義したいと思います。こことここ2個押さえるだけだが、初心者さんでも簡単に押さえられるはず。この G 星を曲の中でシンプル簡単バージョンでも散りばめていきました。サビの中で出てきます。はい、どんどんいきますよ。はい、次はですね、これもちょこちょこ出てくるコードですけど、A というコード。これは簡単ね。これは簡単。はい。A っていうのは、Am のところと A7 のところ同時に押さえる。だから、これとこれ。これはもう簡単にできます。A が出てきてびっくりしないでください。これ A は簡単です。はい、次。次はこれもね、たまに出てきます。A のサス4。これも簡単だよ。簡単なんですよ。コードネームは見たことなくても。押さえるところは、こことここ。Am と Am のその下をこう2つ押さえる。これ。これもいい響き。A サス4。これ使っていきましょう。これ、ふんわり感がある。これはですね、ほんとね、いい響きを見つけたなと思いました。で、今日一番なんとなくこう、今まで見たことない感じのやつが、これ、C シャープマイナー。これもね、本当の正規の C シャープマイナーじゃないんですけど、よく見て、この A サス4が1フレットずれてるだけなんですよね。これ、いきますよ。C のシャープマイナー。こことここで押さえるところ。だから、こういう風でもいいし、こういう風でもいいし、とにかくこの2つなんですよね。はい。なんで一応確認すると、ちょっとこのコード並べとくとね、G の星は、こことここ、G の星は、こうよ。こう。こうでもこうでもいいし。はい。こう。その次、A は、こことここでしょ。こことここ。はい。そして、A サス4は、こことここ。はい。そして、C シャープマイナーは、こことここ。ここら辺がですね、サビっていうか、その、捉えた蝶のところで出てくる、ここのふんわり感をこのコードで再現する。これはですね、コードネームだけ見ると、うわって思うけど、どうですか？押さえてみたら、これは結構、簡単。よかったです。これは私も気持ちがいいなと思って。笑えた蝶の命乞い聞かず、君は空を睨む。かっこいい。このコード進行はちょっとね、素敵だなと思います。これ、シンプル簡単バージョンでちょっとコードネーム難しく見えるかもしれないんですけど、いけるやつです。皆さん、大いに歌っていきましょう。さあ、こっから、かっこいいバージョンの解説に入っていくんですけど、最初に言っときますけどね、かっこいいバージョンはですね、もう悶絶レベルの高難度に一応しました。これね、ギターリフって言うんですよ。この、ピンクスパイダーの一番最初のイントロとか A メロって、デレデレデ、ドゥル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 、あれが印象的じゃないですか。これを再現するには、やっぱもうこれをやるしかないんですけど、私がちょっとやってみますんで、ちょっと見ててくださいね。ワン、ツー、スリー、フォー。これ何って感じでしょ。これね、難しい。ゆっくり解説していきます。まずは Am から、ダダダダ4回弾いたら、今度は C、んダダダ、最初からいきますよ。ダダダダんダダダ、はい、チャも入るね。ダダダダチャタタタ、そん次は A サス4です。ダダダダチャ、 G 星、 Am、 C、 A サス4、 G 星、これをチャッパダダダドドドチャッパダダ、このチャの位置が難しいんですよ。まずもう一回ダダダダチャ、 C、 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 C から A サス4に行くときはチャを入れない。最初からね、 A マイナーからチタタ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 タ、 A サス4から G 星に行くときにチャを入れる。これはですね、これは難しい。しかもこれを弾きながら歌おうっつうんですから、これはですね、すごいでしょ。こんな感じになります。せーの。君は嘘の糸張り巡るし小さな、こんな感じですよ。ダラダラタタダダダダダダタタダダ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 、これはですね、まずゆっくりこのフレーズ、ダダダダタタダダダドドドタッパパパ、ダダダダタタダダダタッパパダダダ、変わるタイミングがね、ダダダダチャッダダダダダダダチャッダダ、後ろにちょっとずれてるでしょ。ダダダダチャッドドドダダ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 ダチャッダダダダドドドダダダ、これがちょっと難しいんですけど、やってみます。はい、まずこれはですね、どうしてもこのリフを弾くには、こういうのをギターリフって言います。ギターリフで一番有名なのはこれですね。
聞いたことあるでしょ。これはコード進行っていうよりこのメロディーというかなんかフレーズというかそういうものなんですよ。これをリフと言います。でこれはヒデスプレッドビーバーヒデさんの作る曲がこれリフなんですよ。ギターリフだからコードで表現するってあんまりイメージはないんですけど、コードであえてやるならこうなる。デレデレだデレデレデタララララララスタララダラダラダタララスタララスタ。これはちょっと高難度ですけど、一応こういうものもあるというふうに認識していて、まずは脳トレとしてこのフレーズをダー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 チャッパーダーダーダードードードーチャッパーバー練習して、いずれこれをこう歌に組み込んでいくというのがいいと思うんですけど、やってみましょう。はい。そしてあのドイントロなんですけど、ほんと始まりでねこんな感じでやってるんですよ。ダラダララッタラララララララッタラララッタラララララララ。これがしばらくあの原曲では続いてるんですけど、これもちょっとだけかっこいいバージョンで再現しようと思います。これはねカッティングで左手で止めてるんですけど、はい、ダダ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 、はい、これもやってみようと思いますね。はい。で、あの今のやつもそうなんですけど、このさっきのフレーズもな、ダダ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 ダ、これも一応ね16ビートなんだよな。で途中の B メロもあの、これが全てどうせこんなもんだろうって、ここも16ビートでしょ。基本的には16ビートのチャにやっぱりカッティングがちょっと入る感じなのかなというふうにとこでございまして、だからリズムは一応もうリフがあるんで、もうほんとね何とも表現が難しいんですけど、基本的には16ビートのチャとカッティングです。はい。この2つの弾き方、一応ここリンク貼っています。このリンク先はウクレレできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から16ビートのチャとカッティングという動画でちょっと見てみて練習してみてください。16ビートのチャっていうのはまあ一番難しいストロークのリズムのうちのグループなんで、まずはね8ビートっていうのは基本になってます。8ビート8ビートのチャ、16ビート16ビートのチャということで、しかも今日はリフなんでさらにそれ難しいんですけど、まあまあこういう、まあ、今日のデモはこういうのもできるよということです。いずれこういうのができるように皆さん、なんとなくこうイメージだけブロックでこう練習していくのをおすすめするんですけど、一応この2つのリズムで、やっており、そして決めなんですけど、その B メロのとこ、今のところもこれちょっとテロップに書いておくと、これが全てどうせこんなもんだろう、チャ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 、この G 星で決めが入ります。せーの、これが全てどうせこんなもんだろう、ツタタタタタタタ、はい、ツタタタタタ、 G 星でツタタタタタタタ、こんな感じです。スマートに決めを入れたいと思います。これがね2箇所要は入ってくるわけですね、 B メロのところで。はい。そしてこのサビの捉えた超能のところ、捉えた超能、ここはほんと16ビートのチャで気持ちよくバーッと空に羽ばたくイメージでスケール感大きくやるのがいいと思うんですよね。はい。これはですね、だからそういう意味で言うとですね、これ悶絶レベルの高難度ということになっちゃうんですけど、ガズさんももうちょっとこれはですね、ものすごいこう脳を活性化させてちょっと張り切ってやってみようと思うんですけど、かっこいいですよね。もうやっぱロック、僕もロックなんでですね、こういうロックのはもう血がちょっとたぎっちゃうんで、結構この熱い感じになると思うんですけど、はい、やってみようと思います。はい。いろんな要素が詰まった、キュッと詰まった、そしてやっぱ歌詞のね内容もやっぱこうグッとこうあの世界観をこう掴み込んで、その世界観に浸りながらこの演奏できるように、なるのが素晴らしいと思うんですけど、やってみようと思います。ピンクスパイダーガズレレ流かっこいいバージョン、やってみる。全てだと思っていた、近づくものは何でも傷つけて、君は空が四角いと思っていた、これが全てどうせこんなもんだろう、君は言った、それも嘘さ、ケバケバしい君の模様が寂しそうで、極楽鳥が珍しく話しかけた、蝶の羽いただいてこっち来いよ、向こうでは思い通りさ、 Pink Spider 行きたいな、 Pink Spider 翼が欲しい、捉えた蝶の命乞い聞かず、君は空を見よむ、つけたのは憎いからじゃない、僕には晴れが降る、あの空が
たあの空の向こう、鳥たちは未来へ、もう一度飛ぼう、この糸切り裂き、自らのジェットで、あの雲が通り過ぎた。ビッグスパイダー、ガズレレ流かっこいいバージョンやってました。こういうギターリフの曲もウクレレで、できるというかですね。まあかっこいいですよね、ギターリフトっていうのは。こう同じフレーズが回ってる中でこう歌がね、こうドラマティックに展開していくという感じで。で、サビにこのパーッとサビでこう空にこう羽ばたくような、あのなんかふんわり感も最高でした。皆さんどんどんやってください。音楽やるとね、もうほんと楽しいですよね。この楽しさ、もしよかったら周りの方、同僚とか家族とかにもどんどんこの教えてあげてください。このガズレ YouTube もぜひ、ご活用いただければと思います。いいねとかですね、チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。なんと昨日ですけれども、5月2020年5月18日にガズレレ YouTube チャンネル登録者10万名様突破いたしました。ありがとうございます。あれはね、嬉しいです。はい。どんどんこのまま、こんな感じでね、楽しい音楽やる方が広がっていけばいいなということでやってもらいますんで、皆さんもどんどん、楽しんでやっていきましょう。さあ、ガズレレのご案内です。まず最初ですね、これ、ドン、ガズクラブ。これガズクラブっていうのは、これガズレレで今度始める新しいプロジェクトなんですけど、クラブ活動です。これはもう中身がすごいですよ。どんなことをやるの？ガズクラブって一体何？そんな方。ちょっとここ見に行ってください。ちょっと前に私がライブで、YouTube のライブで解説しているのがありますので、ね、いよいよ明日から始まりますよ。楽しみです。よろしくお願いします。あとはですね、この今使っている数のわがままウクレレ、事前予約中も受け付けてたんですけど、ありがとうございます。完売しました。なんですけど、すぐまた次回の予約注文できるように今、ベトナムのスタッフとやり取りしてます。近日中にまた追加注文を受けられるようになっておると思いますんで、よろしくお願いします。今ご注文いただいている皆様、お待たせ、大変お待たせしてしまって、申し訳ないんですけども、もう今ベトナムで、もじゃくん並びにもうベトナムスタッフが、もう本当に、邁進しておりますので、もう少々お待ちください。よろしくお願いします。そしてガズレレではですね、いろんなグッズがあります。じゃあ、この T シャツだとかキャップだとか、この、ストラップ。このストラップがね、すごく可愛いんですよ。ケイト製で、はい、このレザーのここの、これもついてますからね。このちょっと見づらいな。このレザーもね。はい。これはマイハニー小杉さんのお手製ですんで、ハンドメイドになっております。あと、この水引きとか、これ可愛いでしょ。うちの両親の手作りです。水引き歴50年なんつって。はい。で、これです。はい。これもね、もうめちゃくちゃ大好評。ガズの、監修したデザインしたウクレレのリュックサック、ウクレレのケースに見えないウクレレリュックサック、リュックサックにもなるし、ここにハンドルがついてて横に持てる。これコンサートサイズまで入ります。すごい大きいので、これね、しかも中にはこういうポーチが入ってるんですよ。これ譜面台だとか入れるとすごく便利かなと。あとちっちゃいポーチもついてる。チューナーとかね、なんかいろいろ小物も入ります。これセパレートになってマジックテープになって、こう付け外し可能。これはすごくいいですよ。この、ガズのリュックサックもよろしくお願いします。あとアプリこれ近々曲がドーンと追加されますんで、まずガズレシピ、皆さんのスマホやタブレットに落としておいてください。これをお願いしますね。はい、どんどん、じゃあ行きますよ。はい、これ、リットミュージックから出しているガズの2冊のこの本なんです。これも大好評で、もうね、5万部以上の売り上げになっております。大感謝でございます。それに加えて、今度6月18日に、これ、赤いのがまた出るんですよ。今、Amazon などで予約受付中でございます。今、なんとこの、今紹介している3冊が Amazon でベストセラーになっております。どうもありがとうございます。本当に。そういうわけでですね、ガズレレはあっちからこっちから、もういろんな形で音楽やる、楽しくね、やる人をね、増やしたいな。まあ私がね、音楽にすごい救われたんで、これはやっぱやってほしいなということで広めております。皆さんもぜひどんどん楽しんでもらって、周りの人にもね、面白いよっつって広げてくれると嬉しいな。そしたらね、こう楽しい人が増えるとね、いい世の中になりますから、ぜひ皆さんよろしくお願いします。お家で音楽、最高。外に出れるようになったら、なお最高。楽しみましょう。ありがとうございました。ガズレレ YouTube チャンネル、またご覧ください。さようなら。